始まりました。将棋技師日本チャンピオン決勝戦。田辺竜王対金倉名人の戦い。ここまで来るのにお互い実に3年半の期間を費やした。まさに真の技師を定める決闘の場。山田さん、この戦いをどう見られますかはい、私も将棋の道に来て15年経ちますでしょうか。この戦いを見れる日以上に心躍る日はありませんでした。実は3日間ほとんど寝つけませんでした。一手一手を目に焼きつけたいと思います。はい、世界中の将棋ファンがこの一戦に注目している。緊張の一瞬だ。さあ、まずは田辺竜王から初手。まずは無難に角の前の負を進める。武評 さあ、緊張の初手だ。ちなみにこの金沢名人は、この関東の激戦区を戦い抜いた猛者の中の猛者。実力は竜王に匹敵するほどです。何でも噂によれば、先手先が読めるとか。ははは。 まあ、先手はさすがに言い過ぎでしょうが、やはり先見の命があることは確かです。彼は幼い頃、自分が将来何かボードゲーム関係で大成して、それで日本チャンピオンレベルまで登り詰めて、いつか優勝する日を迎えるだろうと先を読んで、その日をイメージして大泣きしていたそうです。イメージした日が6歳とかなので、小学1年生の頃に将来20代後半にまだ出会ってもない将棋のプロになり、優勝するところまで先を読んで大泣きしたそうです。いや、化け物や読みすぎだろ先ましてやまだ将棋の概念すら知らん時期に何泣いとるやんや 一度野球選手も目指したそうなのですが、このまま行くと高校選抜に選ばれて、サードを守りつつも2年生の夏に人体損傷してブランク空いて、その後復帰して奮闘するもプロにはなれず、広告代理店の仕事に就く自分の将来像を先読みして、泣く泣く野球選手になることを諦めたそうです。まだ野球ボールすら握ったこともない6歳の頃に、バケモンやん !6 歳のくせに先読みすぎだろせめてボール握ってから言えさあそんな金沢名人の初手は、投了です。あ、えダメだ。勝てない。強すぎる。投了します。投了うつまり高さは、へ投了した。で 乾杯ですまさかもう先を見すぎて初手から負けを認めた早っおい早すぎるだろまだ1手も打ってないや <laughs> 強すぎるまさかここまでと何がわかるやこれでだが私も惜しいところまでやれたまた再選しよう今回は私の技全て歯が立たなかったが次こそは見ておれということで金沢名人の投了により田中竜王の勝利だ開始一手で終了したこの一手から先を読んで歯が立たないと判断したとのこと軍配は竜王に上がったいや別の仕事に行かせるだろそのままなくとかやってくれぜひ ネタリクエストを募集するのでぜひこの動画のコメント欄に書いてね LINE スタンプもまだ買ってない人はぜひ使ってみてね動画の概要欄から飛べます